ってもいいんじゃないっていうぐらいすごいいい本ですね。全部やってみて感想を一言で言うと最強じゃないかなと思いますね。どうもじゃあ篠原です。今回はですねこちら漆原先生の物理基礎物理が面白いほどわかる本、これを全部やりました。全部やったレビューをしていきたいと思います。ここで一問一答のコーナー。今回の問題はこちら。この問題の答え動画の後半で。まずですねこの漆原先生の物理基礎物理が面白いほどわかるシリーズっていうのは3冊あります。1つが力学熱力編、もう1つが電磁気編、もう1つが波動原子編ということで、物理のいろいろある分野を全部3冊で網羅している、そういう教材になっています。こんな物理に関していろんなところを網羅しているこの教材になるんですが、全部やってみて感想を一言で言うと最強じゃないかなと思いますね。日本で売っている物理系の教材の中で一番わかりやすい問題集、参考書なんじゃないかなと思います。ではまずこの本の構成から話していきたいんですが、物理基礎から勉強できる教材になっています。なので文系でね物理基礎を使うよっていう人結構いるんじゃないかなっていうふうに思いますが、勉強しやすい教材になってます。ただ物理基礎の場合だとこの物理基礎がそれぞれ3冊に分かれて載ってるんで、3冊全部買わないといけないんですよ。ちょっと高いかなっていうふうに思うかもしれませんね。1冊だけで物理基礎を勉強できる教材もありますので、全部買わなあかんのかちょっとお金かかるなというふうに思う人もまあいるんじゃないかなと思います。一方で理系はまあ買ってもいいんじゃないかなって思いますね。非常に素晴らしい本になってます。基本的な物理基礎のところから物理の基本的な運動ですよね、だいたいこういう感じですよってのは解説で載ってて、公式が載ってて、基本的な問題ですね、だいたい入試でこんな感じの問題来ますよというのが演習問題として載ってると。ではもちろん回答解説もあってというような感じで、だいたい一冊あたり20章ぐらいありますね。一章あたり問題が5問、まあ3問5問それぐらい載っているっていう教材になります。なので物理の基本的な問題に関してはまあ一冊あたり70問から100問ぐらい載ってると思いますので、一通り触れることができるんじゃないかなと思いますね。だいたい一冊あたり300ページぐらい丁寧に解説してくれていますね。なのでまあ全部3冊ありますので合計まあ1000ページぐらいですか、1000はいかないかなぐらいですねぐらいのページ数を割いて、公式とか解説とか練習問題とかいろいろあってっていう、まあそういう参考書問題集になります。ではこの漆原の物理基礎物理がどういう人におすすめかという話もしたいと思います。おすすめできるのはまず1つ目、これから物理を勉強していくっていう、まあ特に新高3生とかあるいは新高2生ですね、非常におすすめできる一冊になっています。あと学校の授業が分かりにくい、あるいは学校の進捗が遅いって場合ですね、つまり独学である程度勉強しないといけないっていう人、非常におすすめできる一冊、3冊ですけどになっています。何がいいかというと、これさっきまあ1冊あたり20章ぐらいあるって話したじゃないですか。もし仮に1週間に1章ずつ勉強していけば、ちょうど1年でほとんどこれが全部終わるっていう形になると思うんですよ。CD はこの原子がまあ残るかなぐらいになると思うんですね。例えば新高2から1週間あたり1章ずつ終わらせていくよっていう風にやっていくと、高3になるまでにもう全部やりきったと、一通り物理に関しては勉強したよという状態になります。ってなると仮に学校の進捗が遅いとかね、まあ学校の授業が分かりにくいっていう風になったとしても、まあ十分対応できるんじゃないかなって思うんですよ。だいたい1章あたりページ数で言うと20ページとか15ページぐらいですので、パーッとね読んでいって、中に練習問題がまあ先ほど言ったように3台から5台ありますので、1問あたり10分ぐらいかけて解いたとしても、だいたいまあ1週間に1時間ぐらいあれば基本的な問題は一通り勉強したよと解けるよっていう状態になると思います。なので独学で物理を勉強したいっていう人、学校の進捗が遅いとかね、そういう人にも非常におすすめできますね。もう一つおすすめできる人がいます。それはどういう人かというと、物理の基本があまりよく分かってないという人ですね。学校で一通り授業を受けたんだけど正直よく分からなかったら、もう一回復習しようってなった時に物理の本質みたいなことに関して非常によくまとまって載っています。だから物理の授業を聞いてなんかあやふやで終わったなと、なんか公式の説明だけ聞いてそれをただ代入するだけでなんか問題解いてる感じするなと、ちょっと難しい問題になったら途端に解けなくなっちゃうなみたいな人がこれを読んで、ああなるほどそういうところが本質なのかっていうのを理解する上でもいいと思います。ということでこの漆原の物理基礎物理に関しては、基本的にはもう新高2生、物理使うよって人全員買ってもいいんじゃない
じゃないっていうぐらい、すごいいい本ですね。独学で物理の勉強もできますし、わからないところがあったら自分で見直すっていうこともできますし、ちなみにうちの塾でも新高2生から篠原塾で勉強していくよって人にはほぼ必ずこれは紹介してます。それぐらい大変素晴らしい教材になっていますね。一方で、こういう人には向かないっていうのもあります。それは何かというと、偏差値で言うと60以上ある人ですね。もうすでに物理である程度点数取れてる、本質理解もある程度できてるよという人は、わざわざこれをやるまでもないかなというふうに思います。まあ正直読んででも、まあ知っとるわいとなるようなことも結構多いでしょうし、応用対策をやりたいっていう人には、はっきり言って向きません。あとは、問題演習稼ぎたいっていう人も、まあそこまで向かないかなというふうに思います。載ってる問題が、一冊あたり75台から100台ぐらいということで、そんなにすごい問題演習できるよっていう教材ではないんですよ。解答解説も結構丁寧に書いてますので、そのバンバンといってバンバン終わらせるっていうような、そういうようなものではないので、とにかく問題演習量を稼ぎたいっていう人が、まあやるものではないかなと思いますね。なので、向かない人っていうと、偏差値で言うと60以上あるよっていう人はまあ向きません。応用問題どんどんやりたいよっていう人も、まあ向かないというところになります。しかも応用問題で聞かれるようなやっぱ、載ってないですね。例えばですが、波動で言うとニュートンリング。ニュートンリングとかはやっぱりないです。なので、やっぱりそういう難しいやつね、になってくるとちょっと載ってない。本当に基本を固めたい。偏差値60まで行きたいっていう人がね、やるには最高だと思いますね。ここで、一問一答のコーナー回答編。さっきのこの問題の答え、こちら。これを機に、覚えておこう。ということで、漆原の物理基礎物理が面白いほどわかるシリーズ。全部やった上で、篠原の評価。非常におすすめなんだけれども、基礎固めをやる人向けだよというところでした。ぜひ、これから物理をやるっていう人は手に取ってみてもいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、僕の方はこちら、こんな感じでありとあらゆる参考書、問題集読んでます、見てます、研究してます。その上で、うちの塾では独学で物理をやるんだったらこのシリーズが一番いいですよっていう風に紹介している。まあそんなところになりますね。今、もし物理の勉強で困ってると、どういう勉強したらいいのかわからないっていう場合、こちら、僕の方で LINE の無料電話相談っていうのをやってます。この LINE の無料電話相談は、このね、カルテ作成を一人一人する中で、どこどこ大はこういう物理の傾向ですよと。で、こういう方針で勉強していかないとうまくいきませんよっていうようなアドバイスをやっています。これから物理をやる上で、どうやっていいのかわからないと困ってるんだったら、ぜひ申し込んでください。ということで、今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。